シャルル・ドロレーヌは、フランスの貴族、軍人。フランスの上級貴族・イーズ家の一員で、ユグノー戦争末期におけるカトリック同盟の最高指導者。ギーズ公フランソワとその妻で、フェラーラ公、エルコレ2世の娘であるアンナデステの間の、次男として生まれた。ギーズ公アンリ1世は、兄、ランス大司教権数奇教類は弟にあたる。マイエンヌ公。 ギーズ公フランソワとアンナデステの間の次男として生まれた。母方の祖母はフランス王ルイ12世の娘ルネドフランスである。シャルルは1572年のサンバルテルミの虐殺の際にはフランス国外にいたが続いて起きたラロシェール包囲戦には参加した。1573年にはフランス王国爵位貴族のマイエンヌ公爵位を授けられている。同年、 アンジューコアンリがポーランド王位に着くとこれに随行したが、すぐに帰国して、兄のギーズコアンリ一世の副官となり、兄の片腕として働いた。1577年には、ボワチエ地方のユグノー勢力の総統で、目覚ましい活躍を見せた。国王アンリ三世のお気に入りの長身だったこともあり、フランス海軍帝督の地位を与えられていたが、1582年には、 別の長新女アイユーズ公爵に交代させられている。1588年12月23日及び24日に、ブロワで兄、ギーズ公と弟のギーズ数奇卿が、アンリ三世議の命令で暗殺されると、シャルルが兄の率いていたカトリック同盟の最高指導者に就任した。シャルルは、 自らが知事を務めるブルゴーニュ地方とシャンパーニュ地方で兵を募ってパリに進軍し、国王によるギーズ港の暗殺に奮撃するパリ市民から熱狂的に歓迎を受けた。彼はパリに最高評議会を設けて事実上のパリ政府を樹立し、王国総大官の称号を名乗ってパリ政府の主犯に就任し、ン里三世やプロテスタント勢力と対峙した。 1589年8月2日、ナバラをアンリ率いるユグノー勢力と同盟して、パリを包囲しようと目論んでいたアンリ3世がドミニコ会の修道士、ジャック・クレマンに暗殺されると、カトリック同盟の指揮は大いに鼓舞された。パリの市議会は、マイエンヌコー・シャルルに王冠を差し出そうとしたが、彼はこれを辞退した。その代わり、シャルルは、 ナバラ王に代わるフランス王位継承者として、その王子のブルボン数奇鏡を支持した。1590年、シャルルは、スペイン領ネーデルラントから軍事的な支援を受け、アンリ4世を名乗ったナバラ王との内戦を続けたが、3月14日には、ビブリーの戦いでアンリ4世の軍勢に完敗した。シャルルはそのまま、マントラジョリーに避難したが、9月には、スペインの将軍パルマ公。 アレッサンドロ・ファルネーゼの支援で、脳において、軍勢を結集し、アンリ4世によって包囲されていたパリを救援した。同年に、カトリック同盟が、国王に衰退しようとしたブルボン数奇教がなくなると、アンリ4世を排除しようとするシャルルの政治目標は、困難になった。カトリック同盟の急進派はシャルルを大いにつけることを、主張し、ハプスブルク家の承認を取り付けようとした。 しかし、シャルルは、兄のようなカリスマもなく、パリ市の先導家たちにも共感しなかった。アンリ4世との和解交渉を始めた、パリ高等法院主席判事、バルナベブリソンらのカトリック同盟内の恩恵派が、シャルル及び旧神派によって処刑されると、同盟の結束は弱まった。シャルルはアンリ4世との和解交渉を始めたが、一方で、アンリ3世の姉エリザベート・ドバロワと、 スペインをフェリペ2世の間の娘イサベル・クララ、エウヘニアをフランス王位の相続人とする計画にも関与していた。1593年、シャルルはイサベル王女を王位継承者とする提案をパリ三部会に諮ったが、三部会は外国人の統治者を迎えることに断固反対した。最終的にシャルルは1595年10月にアンリ4世と和解し、国王と認めた。 アンリ四世は、パリの王だったシャルルにシャロンスユルソーヌ、サール、ソワソンの3都市の支配を3年の年限付きで認め、シャルルの息子、アンリをビルドフランスの知事に任命し、マイエンヌ公爵家に莫大な保証金を与えた。1611年、57歳で死去した。マイエンヌ公爵位はアンリが継承したが、1621年にアンリが子供のないまま没すると、 尺位は、外村のカルロ・ゴンザーがネベリスに移り、マイエンヌ公爵位は、ギーズ家から、ゴンザーガ・ヌベール家に移ったが、1654年に、ジュール・マザランが継承した。1576年、ビアール公爵をノラ2世の娘であるアンリエットド、サボアと結婚し、マニ4人の子女を設けた。ありがとうございます。